平野翔二年ぶり、無比シリーズ、テレビ CM に登場。おっ子役の森ゆりととの愉快なやりとりに注目。平野翔二年ぶりの、無比シリーズ、テレビ CM で、新たな賞を刻む。おっ子との触れ合いを楽しむ平野翔。液体無比 S、無比 αEX シリーズの新 CM が公開されるにあたり、平野翔。 ナンバーアンダーラインアイが再びスクリーンに登場する。地元に帰省する主人公を演じる彼の姿は視聴者の心をつかむこと必死だ。かゆみや虫刺され薬としておなじみの無ヒシリーズの新しいテレビ CM が平野章、通称ナンバーアンダーラインアイの出演で公開されました。この CM では液体無ヒ S ペンと無ファ e x シリーズ ペンの二つが披露され、平野が地元に帰省する主人公を演じています。液体無比 S 編では、白い T シャツにサンダル姿の平野が麦わら帽子をかぶり、虫かごと虫取り網を持ったおっ子役の森ゆりととの触れ合いが描かれています。平野のお兄ちゃんプリや、自然な演技が注目されました。一方、無比アルファ e x シリーズ編では、 アウトドアウェアに身を包んだ平野が山を登るシーンが特徴で、様々な表情で感情を表現しています。平野と森は撮影前に初対面し、カメラの回る前でも仲良くおしゃべりをしていました。平野は森が不安に感じないように気遣い、撮影現場を和ませました。撮影中は、二人でシャボン玉を吹いたり、しりとりを楽しんだりと、 和やかな雰囲気が漂っていました。撮影現場での楽しい思い出を語る平野液体無比 S の撮影現場での印象を問われた平野は、楽しかったですね。スタッフさんも皆さん、本当に優しく迎え入れてくださって、すごくわきあいあいとした現場でしたし、ユうりとくんとも初めましてだったんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、癒されながら撮影させてもらいました、とコメントしました。 CM のコンセプトにちなんで、今回やってみたいことを尋ねられた平野は、虫取りは、マストでやりたいです。僕、年上の友達もいっぱいいるので、カブトムシがいっぱいいる森に連れてってもらって、カブトムシを捕まえたいです、と答えました。地元へ帰省する主人公を描いた CM に関連して、平野が地元、愛知に帰省した際に必ずすることを問われると、 必ずっていうのはあんまりないですかね。でも頻度が高いもので言うと、ひつまぶしを食べるのと、あと、ごへい餅ってわかります。お餅なんですけど、それが地元の近くに、僕がもう中学生の頃とか小学生の頃からいつも行っているところがあって、そこには結構頻度高めで行って食べますかね、と回答しました。さらに、絶景ナンバーワンについて尋ねられた平屋は、 地元が森で、ちょっと坂道を上がっていくんですけど、その山の一番上から見た地元の景色ですかね。東京に行く前とか一回そこに行って、よし、頑張って、またここに戻ってくるぞ、って勝手に一人で誓った森の上の景色なので、思い出込みでそこが絶景ナンバーワンだったりしますかね、と述べました。僕らの夏は、液体無比 S、編では、白い T シャツに身を包み、 サンダル姿の平野が、老いっ子役の森ゆりとと楽しげに過ごす姿が描かれる。そこには自然な演技や兄貴分としての愛情が溢れている。一方、強さ極めろ編では、アウトドアウェアに身を包み、山を登り、絶景を目指す姿が、彼の多彩な表情とともに繰り広げられる。撮影現場では、初対面の彼らが和やかに挨拶を交わし、 親密な雰囲気が漂っていた。カメラが回っていない間も、二人は仲良くおしゃべりし、笑い合っていた。平野は森のことを気遣い、彼を楽しませるために奔走した。撮影が始まる前には、彼が森に練習を促す場面もあり、その中の良さが伝わる。CM のコンセプトにちなみ、平野が挙げる虫取りは、彼の夏のマストアクティビティだ。 年上の友人たちと一緒にカブトムシを捕まえる姿は彼の純粋な一面を表している。また、地元に帰省する主人公を描いた CM に関連して平野は愛知での思い出を語る。頻繁に行く場所として挙げたのはひつまぶしと五平餅だ。特に自身が中学生や小学生の頃から訪れている五平餅の店は彼にとって特別な場所だ。 そして、液体無比 S、無比ァ e x シリーズの CM に対する彼のメッセージは、視聴者と共に素晴らしい夏を過ごしたいとの願いが込められている。平野翔の姿が映し出される CM は、視聴者に新たな夏の冒険への誘いを投げかける。彼の笑顔と演技力が、これからの季節に活力を与えてくれるだろう。平野翔2年ぶりの無比シリーズ、 テレビ CM で新たな姿を披露しました。この記事では撮影の舞台裏から彼のコメントや感想、そして新 CM の魅力について紹介します。テレビ CM 液体無比 S 僕らの夏は液体無比 S ペント無比ァ e x シリーズ強さ極めろ変に出演する平野翔彼は地元に帰省する主人公を演じ、 自然な魅力を放ちます。特に注目すべきは、甥いっ子役の森ゆりととの掛け合いや、アウトドアシーンでの表情豊かな演技です。撮影現場では、平野と森の初対面から親しくなるまでの様子が伝えられます。カメラが回っていない間も、二人は仲良くおしゃべりし、楽しい時間を過ごしています。特に Web 用の動画撮影では、二人でシャボン玉を吹いたり、 知りとりを楽しんだりと、和やかな雰囲気が漂います。撮影中、平野は常に森のことを気遣い、彼が不安にならないようサポートします。その姿勢が彼の人柄やプロ意識を物語っています。また、豪華な山道のセットでの撮影では、平野のリアルな演技が賞賛されました。平野自身も、撮影現場を楽しんだ様子をコメントしています。 スタッフや共演者とのわき合いあいとした雰囲気が彼にとって特別な経験となったようです。CM のコンセプトにちなみ平野は夏にやってみたいことについて語ります。彼が挙げたのは虫とり。その可愛らしい一面に触れることができます。さらに地元愛知への帰省についても言及があります。彼が頻繁に訪れる場所や、 地元ならではの食べ物について興味深いエピソードが語られます。最後に平野からのメッセージが綴られます。彼は液体無比 S 無比 αEX シリーズの CM に出演し、皆さんと素敵な夏を過ごせることを願っています。この記事を通じて平野章の新たな一面や CM 撮影の舞台裏に迫ることができました。彼の明るい魅力と、 仕事への情熱が伝わる内容となっています。絶景の中で紡がれる彼の物語は、きっと多くの人々の心に響くことだろう。彼の活躍を期待しつつ、夏の到来を心待ちにしたい。最後に、液体無比 S、無比ァ e x シリーズの CM に出演することについて、平夜は、この2つの商品で、皆さんと素敵な夏を過ごせることを願っています。 とメッセージを送りました。